今回は3本の動画をご紹介いたします。とても参考になるので、ぜひ最後までご視聴くだされば幸いです。第1番目はチャンネル登録を増やす方法についてです。木村翔吾さんのチャンネルです。登録者を増やすために絶対にするべき設定についてわかりやすく紹介されています。ぜひご覧ください。 木村さんが指摘するのは、1、チャンネルの概要欄、2、チャンネルキーワード、3、チャンネルアート、4、ホーム画面のレイアウト、以上、4つの項目です。2番目の動画は、再生数を増やすには、についてです。タイガさんのチャンネルです。とても詳しく解説されていますので、ぜひ、ご覧ください。 解説初期の再生数を上げるために重要なポイントについて解説。インプレッションとクリック率。インプレッション数が上がると再生数が上がる。1、視聴者属性の統一。2、視聴維持率。3、平均視聴時間。4、エンゲージメント。5、クリック率。 第3番目の動画は再生リストの作り方についてです。これも実は重要で再生率アップに繋がるのです。ご覧いただきご自身のチャンネルで活用しましょう。動画ファンの成田さんのチャンネルです。再生リストをパソコンから作成する方法とスマホから作成する方法について詳しく解説されています。 概要欄に3本の動画のリンクを貼っておきますので、ぜひ活用してみてください。以上です。ご視聴誠にありがとうございました。